there was a military coup in our country in 2021. I was doing the revolution, and I can't live in Myanmar. こんにちは、たくみです。今回はタイのパタヤからお届けしています。そしてパタヤといえばこの綺麗なビーチ、今も夕焼けすごいですね。こんな感じです。水着のギャルとかもいますね、この子たちにも声をかけたいということで、パタヤこんな風にすぐこっち逆を見たらもう大都会が広がっていて、すぐそこにはソイ7、ソイ8とか有名なあっち系の夜のお店もありますね。しかしこれらのお店をガン無視して、今回はこの綺麗なビーチ、そしてガチマッチョの白人ガンミでこっちを見ています。すごいですね。このガンミの白人に挨拶するように、ここらの女の子にナンパを仕掛けていきたいと思います。皆さんもパタヤに来た時はソイ6、ソイ7、ソイ8ここにあるんですけど、こんな風にビーチに可愛い女の子めちゃめちゃいるので、ぜひビーチでもナンパしてきてください。わ、こっちの女の子、すっこっちの女の子も可愛いですね。ということで今回どんなナンパになっていくでしょうか。はい、それでは早速歩いて女の子を探していきたいと思います。いや、女の子を探すといって一応そういう企画っぽいことをやったんですが、普通にこのビーチに来たかっただけというのもありますね。めちゃめちゃ長いビーチです。まずこっち、ここほぼ中央ですね。街の様子も綺麗なんで見せましょう。こっちにパラソルとかずっと並んでて、そこですね、そこがこのビーチのほぼ中央と言っていいぐらいですかね。そしてまずはそこから向かって左側に歩いていきたいと思います。いや、早速めちゃめちゃ可愛い白人美女がいますね。あー、でも写真撮影中ですね。めちゃめちゃ映えます。あ、そして可愛い子やってきています。写真撮影中の女の子が多いですね。この女の子たちも写真を撮ってますね。Excuse me, can you speak English? No. Okay, you guys from Thai?ということで早速声かけ失敗しましたね。って言ってもいつもナンパ声かけると言ってもゴリゴリ、なんというんですかね、日本の30年40年ぐらい前ですかね。いや、それぐらいナンパといえばもう最後まで粘るしかないというようなやり方が多かったようなイメージもあるんですが、もうさっぱりダメそうとかちょっといけそうでもと思ったら、まあ、さっと切り上げたりといろんな風にやっていますね。今の女の子もちょっと話してくれそうだったんですけど、そもそも英語が話せないということで、なるほどと。そして、雰囲気も見ても今2人で女の子楽しそうに遊んでて、暇そうでもなかったので、まあ、次の女の子行こうかという感じです。そしてこんな感じですね。もう、やっぱりタイ南国、露出が多いですね。タイの現地民の人はビーチで水着とかにならないんですけど、西洋人とかアジア人とか水着の女の子がいたらいいですね。いや、おばちゃんとかもこういうの大好きです。正直水着の女の子にも目いきますが、ああいうのにもめちゃめちゃ目がいきます。そしてこっちにも3人連れの女の子がいますね。可愛いですが、さすがに3人連れきついです。そしてサッカーとかもやってますね。僕サッカーもすごい好きで、こういうのにも目がいってしまいますね。どんな街歩いてても草サッカーやってるだけで必ず目がいってしまいます。さあ、それではさらに歩いていきましょう。そしてこっちビーチ沿いの道の向かいにはすぐここにヒルトンが建っていますね。めちゃめちゃ高くて横に長いです。ヒルトン僕泊まったことないですね。どんなんでしょうかね。そして綺麗な水着の美女がいるので写していきましょう。と同時に、それは冗談なんですけど、夕日がやばいですね。美女と水面に映る夕日と、夕日も綺麗ですね。
これ今3倍ズームの映像なんですけど、さらにズームしてみましょう。と同時にあの美女もすごいタトゥーが入ってて、スレンダーな女性ですが、小連れっぽいですね。残念です。いや、にしてもいい風景ですね。タイの日常、あんな風に美女が水着で子供とサンセットのビーチで遊んでいます。こんな風景がずっと見れるなら、パタヤちょっと長くいたくなりますね。すごいいい街です、パタヤ。いろんな船が浮かんでいますね。こんな感じでちっちゃい船もポツポツ浮かんでるんですけど、例えばあれですね、水上レストランみたいです。めちゃめちゃいい感じですね。夕日もいい時間になってきました。なんかタイの夕日時間長い気がしますね。絶対気のせいだとは思うんですけど、いつもすごい落ち着いて釣りできています。そしてめちゃめちゃ可愛い子かどうか未定なんですけど、後ろ姿で可愛い子がいるので話しかけていきたいと思います。Actually, I'm coming here for YouTube. Where are you from? China. China? Okay, that's good. Okay, thank you. ということで、ちょっとびっくりしました。可愛い女の子かと思った。中国人の男の子ですね。ちょっと見上げてしまって自分でもめちゃめちゃ笑ってしまったんですが、すごい綺麗な黒髪、そして、まあ言うたらすごいスレンダーな白い綺麗な肌だなと思ったんですけど、バリバリタトゥーが入ってる中国人の男の子でした。こんな、ナンパ失敗集もありますね。いろんな、はい、ありがとう。今なんか白人のブロガーの方に、目がアイコンタクトされたのでちょっと挨拶しましたね、こういうブロガーたちのつながりもすごいいいですね。今の方とは挨拶だけですが、こんな風に、そして可愛いこんな人がいます。ちょっと若いですかね。サリカ、エクスキューズミー、ということで今のナンパはもう完全無視されましたね。可愛い女の子たちがいてたんですけど、ナンパ完全に無視されました。いや、でもタイでこういうナンパ完全無視は珍しいですね。そして全く完全無視されたんですけど怠れないですね。ちょっとナンパ慣れすぎましたかね。もう無視されるとか失敗が当たり前なので、本当に相手してくれた女の子とか、ご飯行ってくれた女の子、そしていい関係になった女の子にはめちゃめちゃ感謝ですね。何もないところから話しかけて、そこから、まあでも昔とか恋愛そうなんですかね。なんか今の恋愛はどうなっているか割合ちょっとわからないですけど、はい、ということでこんな風にどんな風に女の子に話しかけているなどはファンクラブの方で詳しく話しているので、興味がある方はぜひ参考にしてください。概要欄やメンバーになるボタンから入れます。というか、すでにファンクラブに入っていただいた方々、めちゃめちゃありがとうございました。すごい嬉しかったです。夕日やばいです。最終形態これですね。この綺麗さです。もう本当にここに座っているだけでロマンチックになりますね。はい、ということで今日はナンパ全滑りでしたね。また他の方法や別の日にトライしてみたいと思います。ということで前日はナンパ全滑りだったんですけど、また違う日に来ています。さあ今日はどうなっていくでしょうか。今日も夕日めちゃめちゃ綺麗ですね。こんな感じです。このビーチのここ中央ぐらいなんですけど、あっちの端からこっちの端までこんなに長いので、めちゃめちゃ総合的に人はいますね。それでは歩いて可愛い女の子を探していきましょう。 Okay, then can I just introduce in Japanese to you? Yeah, yeah.はい、ということで超絶美人の女の子ナンパできました。ハロー、メンガラワ。メンガラワ、ミャンマースタイル。いや、ミャンマーハロウィーユースメンガラワ。 OK、メンガラワ。 I know that one、yeah.
So you from Myanmar? Yes, I'm from Myanmar. You coming here for traveling? Actually, you know what? In 2021, the military coup in our country. Okay. I apologize in advance for my poor English. So No. I understand. Yeah, I know it's so happened. There was a military coup in our country in 2021. Mm-hmm. So I was doing the revolution, and I can't live in Myanmar. I came to Thailand. Okay, yeah. So it's me. You can live in Thailand. Yes, I live in Thailand. Maybe one year. Okay, because Thailand government give you the special visa something. Yeah, Thailand government don't give us about refugee. Not like that. Mm. We come, illegally. We come. Okay. In the river. We live in China, but now I'm bigger. Yeah. Okay. And how is Pattaya for you? It was good. You know, I like fish and I feel relaxed. Yeah. Okay. Good. Yeah. And what are you doing here in Thailand? I'm looking for a job. Oh, good. Yeah. You're looking for a job. Yeah. And I hope the Myanmar is going to the calm and the peace is coming soon. Yeah, I hope so. Mm-mm. Thank you very much. Thank you. And sorry, can I take one picture about you? Yeah, I'm glad. Thank you. Yes, my name is Chocolate. Chocolate? Can you call me Chocolate? Yeah. Chocolate, it's a cute name. Yeah, okay. Thank you. And how old are you? I'm 22 years old. Now your country is no good situation. Yeah. And you worked about the military nurse before. Yeah. So I was doing the revolution. Yes, I was going. I was to the jungle. Okay. You know what? For revolution. So I tried the people's different food in 2021. Yes, and I learned. I was training 3 months for army training, okay. And I was learning 6 months about medical training. Mm. It was so painful, you know, without seeing them. Parents, without seeing them. Mm-hmm. So yes, it was very difficult, and not only me. And you tried to, escape to Thailand. Yeah. Alone. Yeah. That. Yeah.